とりあえず今電波大丈夫ですか？まあね、ちょっと電波弱いんで、途中途中画面出したら弱っちゃうかもしれない。トイレの方に来ちゃったの、こっちじゃないっぽいな。ちょっとね、駐車場にエンジンかかった車がいたんで、いや、あのね、ちょっと今電気消してます。駐車場にね、あのおそらくやんちゃくんらしき人がいたんで、なんか置いてある。下がね、結構雨降ってたんでぬかるんでんすよね。結構ぬかるんでる。こういうとこです。階段が2つに早速分かれてんだ。左から行ったわ。そうそうそう、電波大丈夫ですか？やばくなったら言ってくださいね。電波ないと思う。もうここ au 1本しかない。今これ今ドコモでつなげてるんですけど、え、もうアジサイ咲いてる。おっさんいらっしゃい、ヤンクいらっしゃい。なんか広そうに見えるんだけどな、そうでもないはずなんですけどね。ちょっとこの階段撮っていいですか？写真ちょっと写真撮ってきます。皆さんいらっしゃい。千葉県の何市なんだろうこれ。大網駅ってあったから大網なんとか市かな。きついこれ。ちょっと待って、超長いぞこれ。このすぐ近くにあのね、有名なおじゃがじゃがじゃがおじゃが池があるんですけど、あそこ足場が悪いとだるいんでちょっとねやめました。着いた。なんかローラー滑り台がある。ローラー滑り台じゃない。高校階段です。アジサイ綺麗。めっちゃ咲いてんじゃん。アジサイってもう咲くんだ。めっちゃ咲いてる。まだ早いかと思ったけど、アジサイって今年初アジサイかな。これいや、車で9分でしたよ。さっきおじゃが池はこっち
あ、でも、その7から9分か。まあでもあんま変わんないかな。そう、オジャガは今日やめました。急遽、ちょっと場所移動。変更しました。で、早いね。なんでなんだろう。ローラー滑り台、対象年齢6歳から12歳。やけに狭いな。あ、権現堂ね。滑れない。俺のことを知っていますよね。俺も障害者なんで、ああいう遊びは、もう一切できなくなってしまいました。残念ながらね。いや、めっちゃ足場は濡れてる。誰もいないよね、こんな時間に。え、全然俺本当に今これどこにいるかわからないんですけど、もしかしてもうここ行け？そう、じゃないけどね、ちょっと南側ですね。場所を知りたい人はドラココ見ていただければ。ここにもまん延防止って書いてある。滋賀で聖火リレー滑らないように。濃いヘルペス。ヘルペスってなんかうちの枠ではちょっと聞いたことありそうな。あ、もうこれ池だ。ここに池が見える。みんなには見えないけど、若干もやってんすよね今日。ほら、なんかビームサーベルみたいになるんだよな。シュッシュッ。マンボ。あ、カッサン、ここはそのヒゲ。あ、こっち行くとちょあれなんだ、池のヘリというか、なんでこれ斜めになってるのみんなこれ。やばいっすよね。この水の上ってしかももうやってるから、ビームサーベル見たくなる。これ、わざとこうなってるんだ。珍しくない？なんか、なんでこれ斜めにしてるんですかね。ため池でかいね。ここさっき一番最初に言い訳しましたけど、自殺者が多かったらしくて、今はね、こういう壁というか、ちゃんとしてるけど、ここからもう池だね。ため池らしいですね。覗くため？あ、そうなん、この、一回ちょっとナイトショット撮ってみますか。これ、釣るかな？いやー、ナイトショットでもちょっと厳しいな、これ。電波は大丈夫か？ましたー。これが、朝じゃない、全然暗い、全然暗い、月すら出てないよ、昨日のあんだけ。こういう感じですね。そう、結構でかくて、こう一周はちょっと無理そうなんで、神社の方、神社があるっぽくて、そっちに向かってみます。ちょっとブレてるのあれなかね、もやってるからかね。ここが。ビームサーベル久々に出るようになったな、これ。ほら、向こうまで見えるね。ヤン君ここがだな、ヒヒ。ナイターの出力って、真帆に言われたライトですからね。戦える。
さっき駐車場に車止まってたからな、あれ肝試し税かな。コイヘルペスって何なんだ、よく俺そういう病気を知らないんだが、強力な武器ですね。一応先にお伝えしておきますと、1月から3ヶ月自粛して、グレーな1ヶ月3週間を挟んで、また今1ヶ月ゴールデンウィーク前から自粛してたんですけど、今日から一応仮復帰ということで、あくまでまた仮ね、仮ですけど、一応エリアを選ばせてもらってやることも限定します。こういう時代なんでね。ただまあ心霊はね、夜中だから関係ないと思うんですけど、俺の場合は一応昼の観光とセットにしたりとか、いろいろねちょっとジャンル的に混ぜたいものがいっぱいあるんで、まあそれはねちょっと限定しながらということで、今後ちょっとね少しずつ元に戻していけたらなと思います。うわ、何これ、ちょっと待って、これ神社って、これ赤くれちゃいました。大阪また延長、コイヘルペスは、あ、そうなんだ、死亡率高い。それ人間に移るの？ゲストさんいらっしゃいって言ったっけ？あみやかに疑問なんです。なんか神社があるって聞いてたのって、もしかして、これ？わかんねえ。でもなんかさ、祀られてるんだよね。写真撮っていい？30度超えると増殖しないんだ。本来閉まってそうなところ、でもさ、賽銭箱とかも何もないけど、これ違うのかな、神社じゃないんか。なんかでも飾ってあるね。イオンがした。これ特大瓶ですね。キリン特大瓶。お花新しいね。象がなくなってる、どういうこと？キリン、レモン。どこにあ、これお不動産っていうの、これ。照らしたらなんかちょっと、罰当たりになりそうだな。怖いな。宿泊所？虫映った、あ、ね。虫いますね。ちゃんと虫除けはしてきたけど。え？ちょっと待って。これは手に触れてない時に光る時っていうのは、赤か青の時にしか光らないこの自動サーチってやつです。自動サーチってやつ、今なんかふとしたらなんか光ってんなと思ったら赤く光ってたバケタンが。でこれって押した時の赤は本当は音が鳴るんですよ。でね、昨日の配信見てない人も結構いらっしゃると思うんですけど、俺昨日皆既月食の、怖いな、ちょっとこれ暗くしとくと。皆既月食の配信をした時にね、子供の頃からここは幽霊が出るからやばいよって言われてた場所があったんですよ、その近くにね。川を渡る橋なんですけど。そこの橋でちょっと皆既月食がね、結構不発だったんで、ちょっとバケたんやるかって、バケたったらそこで赤が出たんですよね、昨日。初めて、今年初めて赤が、この旧式に戻してから。で、本当はね、その赤出た時に、異例度？赤出た時に、本当はね、ピッ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 って鳴るんですよ、この旧式のバケタン。でもなんかね、もう古いから接触悪くて、なんなくなっちゃってて、昨日。
だからね、青とか赤はね、本当は色が鳴るんです、音が鳴るんですけど、鳴んなくなっちゃってるんですよ、今。ということで、一個ね、報告したいことがあったの、今思い出したんで、新しいバケタン買いました。この、旧式をね。今ね、公式でも売ってないんですよ、この旧式って。ちょっと裏ルートで買いました。なので、まあ、明日か明後日に届くと思うんで、次の配信からは、そっちで。そう、ニューバケタン、古いんだけどね。だから、プレミア価格もついちゃうんだけど、定価より高いんですけど、この、今使ってるやつね。いや、アマゾンじゃないです。アマゾンとかね、もうそう、公式なショッピングにはもう売ってないんですよ。今のバケタン売ってるよ、もちろん。バケタン貝ってやつからは売ってるんだけど、その貝の前のやつってもう売ってないんですよ。そう、だから、ほにゃららルートで、ちょっと手に入れたんで。オールドニューバケタン。そう、だから、それがね、来たらそっちにね、変えますね。今使ってるのちょっとこれね、もう音が鳴らなくなっちゃってるんで。メルカリじゃないですね。まあでもそういうような感じです。人間から買いました。じゃあちょっと、ここ、一旦、後回しにしていいですか。先、私のお友達釣らないで。どういうこと？私のお友達釣らないであげて。今ここか。あ、じゃあ今のが神社かも、やっぱり。あ、今のが神社かもしれない。へえ、友達や錦鯉ね。あんな神社なんだね。で、このね、上に昭和の森っての見えないかな。ここに昭和の森ってやつがね、あるんですよ。このさらに上行くと、そっちもね、一応心霊スポットなんですけど、そっちはね、千葉市なんですよ。調べたら、ここは大網白里市っていうものかな。ここちょうどね、多分境なのかな、市の。多分あっち行くとね、合併してあれだったのかもしれないですね。あれ、イノシシって何時に出るんですっけ。イノシシが出没していますって書いてあるけど、イノシシって明け方だっけ。これどっち行くんだろう。あんなで、そうでね、一応なんで千葉市がどうのって言ったかというと、一応まん延防止の措置エリアは一応ね、ちゃんとした配信はやらないつもりなので。あ、これが昭和の森行く方だ、多分。ビームサーベル使わないとこいつを。こっち行けないのかな。なんかこっち立ち入り禁止になってる。こっちからは行けないのか。イノシシアタック。基本日中だけど人間は避けて夜に行動してる。え、マジっすか。この先危ないだって。何があったのこれ。あれか。あそこになんか浸水してるんだ。何なのこれ。あ、デッキみたいのがもうなんかあるんですよね、ここに。展望デッキみたいのがある、ここに。なんか、今にも壊れそうな展望デッキみたいの。あ、さっきのあれ見える、あそこにほら。わかる？塀、さっき俺が、なんでこれ曲がってるんだろうって言ったとこが映る。
スイカさん、ここからだまし石へ。これちょっといけなそうだね。なんか、腐食してるね、多分。写真撮っとくね、ここをちょっと。この、デッキのとこなんか怪しいから。ちょっと写真撮ってきます。一周できそうな俺も道はなかったっすね。ただ多分ね、あの地図見たら細いのがなんかあったから、もしかしたら遊歩道があるのかもしれん。ちょっと昭和の森の階段の方行ってみようか。ちょっとこのデッキのとこで化けたのか一回。なんかこの心霊スポットのこういう池沿いのデッキってなんかありそうっすよね。このこっち側の外側が入れそうだな。この水辺の囲い、憩い、囲い？水辺の憩いデッキってやつが、あ、橋があるんだ。これが、ここがもうほら、何これ、台風？これ、デッキの上。なんか、台風かな。こっちのエリアさ、台風やばかった時あったじゃないですか。これ台風じゃない？この遊歩道はなんかさ、コンクリだからあれだけど、浸水して腐ったんですかね。あれ、俺これさっき行き止まりだったとこじゃね？違う方から来れちゃってんだ。そういう感じ？このデッキには行けないけど。ほら。ちょっと行けるとこまで。あ、こっから先やっぱ浸水してんだ。いや、このデッキ結構でかいよ。ほら。え、めっちゃ長いよ、このデッキ。うわ、なんかもうほら、泥水が。これやばそうだな、こっから先は。もう、やばい。見える？これ、土砂。こっから先、土砂崩れみたくなってる。なぜ？これ、土砂がここにある。この脇もなんかね、崩れてる、ここら辺全部。ちょっと見づらいですけど、もやってて。で、こっちのデッキの方も、これなんか本当はほら、奥に行けそうなんですけど、もう木が覆い茂っちゃって、そっから行けなくなっちゃってるね。もうこれ結構前から封鎖されてるってなったら、やっぱ台風じゃないの？2年ぐらい前だっけ、あの台風って。俺があの、台風芸人って言われた時の台風じゃない？あり得るとしたら。で、このデッキめっちゃ長いっすよ、ほら。あそこから来てるんですよ。ここまで。あ、空からの画像にも映ってた？じゃあちょっとこの真っ暗いところで写真撮ってみますね。ナイトショット。通風の幽霊？これ暗いと怖い。
するよ。ナイトショット、今これライトなしで撮ったこんな感じです。ノーライトショットです。いや、まだ朝じゃないからまだ朝じゃないよ、これだからほら街灯もない。じゃあここで行きます。小中池公園、まだねちょっと次の場所も控えてるんで、皆さんもご一緒にね、仮復帰戦でございます。バケだったとご唱和ください。小中池公園ね、自殺の多い場所です。バケだった。結果出るの早かったね。そう、早い時あるんですよね、たまにある。そういう時あるんですよね。ピッ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 みたいな。長い時はむっちゃ長いんだけど。で、大体この旧式の化けたんてね、赤が出る前兆みたいのがあって、なんか一旦ピッピッピッって今音が鳴んないけど、まあ買い直したから今度からは鳴りますけど、そのね、あの色が変わる時は音が鳴るんですよ。ピッピッピッって。それが鳴ってんのに色がつかないのが2、3回続くと赤が来やすいっていうね、この旧式バケタンはデータがあるんです。そう。でもね、なんかいきなり赤になる時もある。そう、だからわかんないですよね。どういう感じでいきなり赤になるのか。憩いのデッキでした。何年とか書いてないけど、でもこの、バリバリだもん、このなんか。壁が、まあ、長さ120メートルだって結構あるね、やっぱね。こっから本当はこうやって歩いていけたんだろうね。ここなんかもう柵低いよ。あ、めっちゃもうこう池見えるじゃん。めっちゃ濁ってるね。意外と電波大丈夫ですか、そういえば。こんな真っ暗な周りに住宅もないとこなんだけど、意外と電波ある。あ、釣り禁止なんだ。ん？なんて書いてある。小中池公園では釣り禁止か。電波切れない。やっぱこっち昭和の森って書いてあるから、じゃあ途中まで行ってみようか。電波切れないなら。さっきのあの階段。この上の昭和の森ってやつも新スポらしいんだけど、さっきも言いましたけど。一応ね、あの千葉市なんで、え、矢口、これもう見えなくなってるもんだ。階段じゃなかった。あ、これさっきのとこ出んのか。なんであそこに看板あるんだ。消えるとこまで行ってみますね。ちょっと、うわ、めっちゃぐっちゃりぐっちゃりしてる、これやばいな。マジ魔界の森に向かってるみたいですね。
何あれ、まだ電波平気、これかなり森に登って森に入っていってる。ちょっと限界で写真撮りたいね。声しない？多分なんか配信のマイク感だとさ、やっぱ人間の検知の耳ってさ、心霊あるあるだけどさ、あーここ土砂崩れしてる、ほら見える、それ木の根っこ、これ根こそぎ倒れてる、こっちに木の根っこ横になってるって分かる？帽子、確かに見えてなかった今、帽子、えっと思っちゃった今、ビビった、帽子ってコメント見えた瞬間俺には見えてないのになんでと思った、目の前にあったビビった今、なんか見えちゃいけないものが映ってんのかと思った。うわもうちょっとこれ限界だな、やばい、死のロードだこれ。ここ写真撮って折り返そう。写真撮るね。しびれやつありまして。めっちゃ奥深い。なんかさ、まあいいか。なんかお腹の音みたいなのが鳴ったんだよね、今。動物いる、イノシシかな。お腹すかしたやつがいる、もしかして。お腹が鳴った音がした、俺じゃないよ。グーって上着が落ちてた。手袋ガードレールの支柱にかぶせてある。あ、こういうとこにね。ちょ、これ撮っとくか。俺神社写真撮ったっけ？撮ってないね、まだ。ちょ、これ撮っとくわ。ちょっと撮ってきます。何さん、いやでもここ結構雰囲気はあるね。には長時間行けますね。ただ遊歩道がね塞がれちゃってるからね。あと神社でバケタンやってちょっと移動しましょうか。まあ、移動もニコ生今日ちょっと込みでありますんで、次のとこまで20分ぐらいかかるかな。柵越えてあそこまで帽子をかける意味がわからない。あ、今のとこ？なん、立ち入り禁止の一歩手前、あれだったんじゃないですかね、前は。行けた。この先公園ですのでって書いてあったから、あそこにもしかしたら、何か道があったのかもしれない。趣味か、わかんない。あれ円筒、あ、投げたかもしれない。こうやってひゃってひゃって、すごいテクニシャンかもしれない。テクニシャン帽子だ。雨降ったら濡れてない感じした？まあ確かにそこまでは見てなかったな。紺色だから分かりづらいですよね、紺色は。ビビった、なんか置いてあるかと思ったらあれだ、ペットボトルか。ジョージアカフェラテ、テクニシャンですね。
PB って何？パーソナルベスト？ PB って何？人来た。来てないか。とかこんなライト持たないで歩けないよね。あ、ペットボトルか。深い深い海しすぎた。人来たか。違うな。じゃあちょっと神社写真撮ります、ね、撮ってないよね、多分。やっぱ水辺は虫が多いね、この時期。そろそろ、まあね、人が立ってるように見えたんだよね。じゃあちょっと写真撮ります。すいません。一つの場所で俺は化けた2回の、2回目はここにしようと思います。極力近づきます。不動、何様って言ったっけ？これ神社らしいです。一応。では、こちらで皆さん、ご一緒に。お不動さんか。2回目の化けだった。よろしくお願いします。行きます。お不動さんの前で。化けだった。ここで音が鳴らないんですよ。ピッピッって。これは水色ですね。水色。まあ、セーフな方ですね。赤はほんと出ないからね。これだから昨日出たのが奇跡なぐらいです。あんな地元のマニアックなシンスポで。よく出る水色。すくみずさん、ここからありがとうございます。ひひ。なんか、よくある。この、シンスポの公園とか、こういう、開けた土地によくある。なんか、記念碑みたいなのがある。そう、すくみずさんは、うちの、常連さんです。え？やばいやばい、これ足場やば。何か動物踏んだかのような感触だった。泥だ。え、これ何も書いてない文字が。え？あ、やばい、これ足場が、これ以上いけない。やばいやばいやばい、ティッシュティッシュ。やばいやばいやばい、なんか泥が、靴超やばそうだよね。俺ゲコゲコした。あ、やばいやばい、雨上がりやばいね。やっぱこれおじゃがいて行ったらもっとやばいっす。夜半、夜半って言っちゃった。夜間防犯カメラ作動中って書いてある。照らしときますか。どっか、どこにあんの防犯カメラ。めやだやだ。よし、じゃあ戻りましょう。もう2回化けたんしたし、写真もいっぱい撮ったし、あの写真はねインスタにあげますので、よかったらフォローしてください。いや、ほんと足場が悪い。もう0時50分か。移動して1時10分。危ない。完全不審者だよね。あれでも事件があった時ぐらいしか見ないんじゃないの、あの夜中の防犯カメラって。よくあるけどさ、結構書いてあるとこ。やばい、靴下びしょびしょになってる。きっと。あ、そうだ、ここアジサイゾーンだ、ほら。じゃあ、アジサイ取っとく？そうだ。これアジサイ綺麗じゃない、ほら。
そうだ、アジサイ撮っとこう、ちょっと記念に。今年初アジサイだね。めっちゃアジサイですね。もう咲くんだね、こんなに。あ、シロさんありがとうございます。お疲れ様です。まだまだ咲きそうなつぼみがいっぱいあるけど、でもこんだけ咲いてんだね。アジサイの有名なとこってどこがあるんだろうね。配信で行きたいな。あ、権現堂はな、ちょっと地元すぎてな。あと東京都とか緊急事態宣言出てるところはいけないから、今度調べてみよう。まだ早いよね、でもね。多分、ここなんでこんなに咲いてんのかわかんないけど。あ、この平たいタイプのアジサイもあるもん。この、こういうタイプのアジサイ。いろいろあるんだね、ここね。有名なのかね、むしろ。むしろ調べたらここ出てきたりして。アジサイ階段とか。あ、これ全部こっちアジサイだよ、ほら。右のこのこっち側。シビライヤーさん、ここはね、ヒヒ。あ、駐車場にヤンチャクいるかな。アジサイ寺ってのは千葉県にあるの？何市だろう。まん延防止出てたらいけないんだよね。だってもう6月20日まで延期ですよね。千葉も結構ね、調べたらいろんなとこ出ちゃってんだよね。千葉市周辺だけじゃなくて。こっちまで来ないとダメなんだよね。この房総半島の南側の方、中から南側。北側もう全部出てる。あ、月が出てきたよ。雲に来たよ。月が綺麗ですね。そうだからね、行く場所がないんですよ、本当に。長月。ああ、松戸は出てるよね、多分。松戸はまん延防止出てますよね。そこら辺全部確か。松戸、船橋、市川とか、そこら辺は。何その難しい感じで俺を試さないで。難しい感じで俺を試さないで。さあ、小中池公園というとこでした。ありがとうございました。ちょっとトイレ行ってきていいかな。あそこ行くの怖いな、でも。よくね、なんか難しい感じで試されるんです、俺。お前これ読めるか的な感じで。まあ、大体読めないんですけど。ちょっとあそこのトイレ行くの怖いな。ちょっと釣りっくもやっててもらっていいですか？トイレ行ってくる。